今回は1058話にて発表されたミホークの検証金額を見た読者の反応を紹介していきます。さすがミホークさんですわ。ゾロの3倍以上て。ミホークこれバギーとの抱き合わせで検証金上がってるだけやん。わらわら。イーストブルーから登場して、一切評価が下がって、ない男なだけはある。シャンクスから世界最強の剣士。 座を奪っただけはあるアナブーミーに入る前とかも気になるな。というかマギーは置いといてクロコダイルの懸賞金爆上がりすぎんバロックワークスというクロスギルドの介護官の話するまあミスター4あたりがいらんかった気はするバロックワークス能力者多かった割に戦闘能力高くない夜なわらまあ社長の悪魔の身が。 水に濡れれば無効化される、ロギアエミだったので、スパスパのミクーなら、普通に技物ものの剣持った剣士の方が、よくない金槌のデメリット、あるだけやん。ここに来てミホークにやられた、ドンクリーク海賊団、結構強かったんじゃね悪魔の術に頼らずに武器と、人数揃えて、破棄で全て凌駕しようと。 してた可能性あるもんな暇つぶしに頑張ってたクリークつぶしたミホークさんどんな気持ちやったんやわらわら多分象がありふむくらい何も意識してなさそうで草ミホークってそもそもグランドラインどうやって公開してたんかなミホークまさかの一人で料理して海と風の様子見て嘘ついてグランドライン渡りって 北万能なのでは一人麦わら海賊団で笑ったわら挙句の果てには剣で音楽奏でてそう笑らわらわら